第36回世界遺産委員会は2012年6月24日から7月6日の間、ロシアのサンクトペテルブルクで開催された。会場は世界遺産、サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群に含まれるタブリーダ宮殿である。2012年はユネスコで世界遺産条約が採択されてから40周年にあたる。初期はメキシコが務めた。 新規の世界遺産として、文化遺産20件、自然遺産5件、複合遺産1件の計26件が登録された。以下に推薦物件と審議結果の表を示す。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録など。太字は、正式登録された物件このほか推薦されたものの、韓国前に取り下げられた案件として、タンザニアの 東小部山地林があった。緊急案件は、通常の手続きを踏まずに推薦、審議が行われる案件である。今回は、以下の2件が緊急案件として推薦された。いずれも、文化遺産である。なお、マリ北部紛争に関しては、トンブクトの破壊行為に対する避難などの決議も、行われた。また、すでに危機遺産リストに登録されているおかぴ。 野生生物保護区でレンジャー7人の殺害事件などが起きたことを踏まえ、それに対する緊急アピールの採択も行われた。パナマの世界遺産の一つであるパナマビエホとパナマ歴史地区は歴史地区周辺の海上道路建設などを理由として危機遺産登録が妥当という勧告が出されていた。それにもかかわらず、パナマ当局の積極的な働きかけの結果、 企企遺産登録を回避しただけでなく、決議文の内容も当初存在していた世界遺産リストからの削除の可能性からは大きく後退させられてしまった。この一件に対してはパナマ政府の姿勢を疑問視する見解もある。この推薦物件は上記リストの通り、諮問機関の不登録の勧告を覆して情報紹介決議が出されたが、付帯する決議として 諮問機関が現地調査の専門員とは別に助言を目的とする専門員の派遣が約束された。従来、諮問機関が推薦書を提出した国と接触の場を持つことは認められていなかった。今回の決定は、そうした従来の審査プロセスに変化をもたらし得るものである。パレスチナのユネスコ加盟の結果、アメリカは国内法に基づいてユネスコ及び 世界遺産条約の分担金の拠出を停止している。アメリカは世界遺産条約分担金の最大の拠出国であるため、世界遺産委員会にとっても深刻な財源不足をもたらしており、限られた予算の効率的なやりくりについても議論された。ありがとうございます。